は穴吹リハビリテーションカレッジ理学療法学科の平岡です。今週のオープンキャンパスのテーマは関節のセンサーを鍛えるプロプリオセプティブエクササイズです。プロプリオセプティブエクササイズとはプロプリオセプションを鍛えるトレーニングです。プロプリオセプションとは自分の体が今どういう状態にあるかということが分かる感覚のことを言います。人が運動を行うためには筋力だけではダメです。さまざまな体の感覚情報を中枢神経系で処理をして適切な筋力を発揮できることが必要です。では実際のトレーニング方法をご覧いただきましょう。まずはこのようなバランスディスクという道具を使います。例えば右足を怪我した後の場合、バランスディスクの上に足を乗せて徐々にこの右足に体重を加えていきます。この時バランスディスクでぐらぐら不安定な状態になりますから、バランスを崩さないように上手に足首と膝をコントロールしながら体重をかけていきます。次は両足でバランスディスクの上に乗ります。両足で乗って左右に体重を移動させていきます。この時足の裏には力が伝わりませんので、主に股関節でバランスを取る訓練ということになります。次はスターと呼ばれる訓練です。足首や膝を怪我した後などに行います。怪我をした足の側で体重を支えます。そして怪我をしていない足の方で後運に向かって足を伸ばしていきます。右足を伸ばしていくときに左足でバランスを取ります。右足を伸ばしていくときに左足でバランスを取ります。反対側にも行います。こうすることで足首や膝の関節を制御する適切な筋力を発揮するようなトレーニングが行えます。